皆さんこんにちは、ラベーナです。今日はですね、北九州を飛び出して、九州男児を皆様におすすめしていきたいと思います。あのね、九州男児のイメージ結構何、男尊女卑とか、あの亭主関白とか、頑固で酒飲みで浮気してどうのこうのみたいなイメージがすごい強いと思うんですけど、逆なんよね。めっちゃ優しいけん、バリ優しい。本当にね、いいとこすごく多いのよ。だけどみんなにおすすめしていきたいと思ってこの動画を撮影しております。おすすめポイント1、顔がいい。はい、それです。もう本当にあのね、顔が濃いんよ基本的に九州男児顔濃いんよね。でも私の中の個人的な統計によりますと、じいちゃんばあちゃんになってもね、ずっと顔がいいんよね。あの濃くても顔がよく居続ける。本当にあのイケメンっていうよりイケオジになることが大事なの。ずっと夫婦関係を良好にしていくには、顔が良くて中身もね、もちろん良くないといかんけど、顔が良くないとね、その3日で飽きるとか嘘やけん。全然ね、顔がいい方がいいよ。薄い顔が好きな人もおるかもしれんけど、一回九州行ってみ、癖になるけん、あの濃さが。あのね、中身も濃いけど、顔のね、あの濃さがね、絶妙なんよ。博多女子さ、可愛いって言うやん。わかるよ。わかるけど、実はね、九州男児、かっこいいけん。あと、おすすめポイントとしてはね、優しいよね。女同士でさ、遊びよってさ、普通みんなでさ、なんか今日なんとかやったよね、こんなんやったよね、もうなんとかなんとかで最近とか言いながらさ、ベラ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 喋りながら電車で帰るやん。そうじゃないのよね。車で迎えに来るんよ。びっくりしたよ、私は。本当に。車で迎えに来るみたいな。あんた、姫やないんやけ、普通に帰りよっつって言ったんやけど。もう、びっくり。もう東京じゃありえん。もう東京じゃもう、当たり前に電車で帰るやん。でもね、九州の人はね、大体みんな車持っとんやね。なんで若いのにあんな車みんな持っとんって思うんやけど、持っとんや。でね、自分でね、運転してね、乗って帰りみたいな。もうそんな、プリンセスよ、うちら。びっくりするやろ。うちの友達のところもさ、ほんと過保護やねと思ってびっくりしたけど、よう考えたらうちの親もそうなんや。うちのお父さんもさ、ママラブなんよね。ママ、今さ、アメリカ行っとけさ、アメリカでもう銃とかで撃たれたら危ないけん。ママ一人で外出たらいかんとか言ってさ、もう休みの日以外はね、ずっと家の中におって、ママ出たらいかんよ、つって。で、休みの日は車でね、いろんなとこ連れて行って、ママこれがどうなこうな、つって。で、未だに手つないで歩くけんね。驚きやけど、いいよね。羨ましいよね。九州の人ってさ、情に厚いし、面倒見がいいし、仲間意識がすごい強いし、結構ね、人のこと大事にするんよね。やけなんかその、大事だなって思った人と結婚して、その人のことをずっと大事にし続けるみたいな感じが。いや、すごいね。結婚に向いとうと思うよね。どうなんやろ？九州って離婚率どうなんやろ？今ね、絶賛婚活中ですっていう人がおったらね、一回九州行ってみた方がいい。すごい優しい感じの人が好きですっていう人は、宮崎とか鹿児島かな、長崎とかで、ちょっとオラついた感じの人が好きですっていう人は、福岡、熊本もオラついたよね、結構ね。あとはどこかね、佐賀もすごいね。佐賀はね、言葉がすごい。まあ、あとは大分らへんが一番ノーマルな感じなんやないかな。大分に住んどった時はね、ほんとみんなのんびり優しいって感じやけどね。とにかくね、一途で優しくて思いやりがあって、ずっとあの、そこ大事やろ。ずっと優しいというか、ずっとラブラブでおれるって感じのイメージだよね。本当にいいよ、私の中の九州のカップル、九州の夫婦。特に気が強い女性はね、あの九州男児めっちゃおすすめ。よくさ、九州男児はさ、亭主関白とか言うけどさ、もうそんなん今全然やけん。
そういう人もおるかもしれんけど、基本的に私が知っとう人たちは割と女性が強いね。あの九州は男の人が強いんじゃなくて女の人が強い、女性が主導権を握っておりますので、強い女性を求める男性も九州にいた方がいい。あの一回ね、もう全人類一回九州行った方がいいよ。したらあの大体多分いい人見つかると思う。あの長めにねロングステイして、いろんなところ観光地とかじゃなくて、もう普通にその地元の人たちが行くようなあのサンリブと か, なんかそこら辺に行くといい人がおるかもしれんね。いや最近ね、北九州の人口がねめっちゃ下がったんよ。もうこれはいかんと思って、九州男児がいかに素晴らしいかをちょっとここであのアピールをさせていただきました。ぜひあの婚活に悩んでらっしゃる女性、主に女性、あとはたまに男性、ぜひぜひあの九州に、特に北九州に、北九州に結構ねあの車社会なんやけど、基本的に結構あの鹿児島本線がねぶっといのが通っておりますので、あれ乗ったらもうどこでも行けるけん、あのおすすめです。バスもね、黒崎とかそこら辺と西鉄バスが通りおるし、北九州の私が本当に地元の折尾とか浅川とかそこら辺やったらあの CA バスがねバンバン通ってますので、結構便利やと思うよ、どこに行くにも。まあ免許だけは持っとった方がいいかもしれんね。そんな感じでぜひぜひ婚活に九州はいかがでしょうかという動画でした。ちょっとでも九州男児いいな、ちょっと行ってみようかなって思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。